今市内のほとんどですね、見ていただくと分かるように、瓦礫の方はもうすべて一時処分場の方に、処理ができているというような状況になっております。近隣の市町村と合わせまして、実はまた県産の方に、日の方の処分の方を実はお願いしているというような状況になっております。だいぶですね、解体の方はもう終わっておりまして、あとは裏戸の方もありますが、含めておおむね解体の方はもう終わっているのかなというふうに今、そういう状況になっておりますかね。本土側の方ですと、大体約200世帯の方がですね、まだ仮設住宅の方に、お住まいになられておりまして、みなし仮設というんでしょうか、民間の住宅を借り上げて入っている方が、大体約280世帯ぐらいの方がいらっしゃいます。で、その中にはですね、やはり他の市町村から、障害持ちの仮設住宅の方に、いらっしゃっている方もいらっしゃるような状況ですかね。何人来ていらっしゃっているかと把握まではできてないんですけども、火曜の日ということで、東松島あたりかとかですね、石巻から昭和の方にこうやっぱ避難されている方っていうのもいらっしゃるみたいなんですね。仮設の方に入られている方もですね、25年がその入居期間の期限だったりしまして、そこまでに市の方で災害公営住宅今間に合うようになんとか整備をしようとかですね、あるいはやはり自力再建される方について、じゃあ安心してもう一回自宅を再建してもらうために、そこをどういうふうに安全性を高めるかというですね、そういったところというのはまさに今これから入っていくような状況ですので、復興は本当にこれから基本理念がですね、長い間住み慣れた場所で安心した生活をいつまでも送れるようにということになっておりまして、他の沿岸市町村と比べまして比較的ですが建物の被害が少なくて済んだというところもございますし、建物を含めてですね、津波で被害を受けた地域というのが実は塩釜市の、都市機能の集約された中心市街地ということもございました。そういうこともありまして、現地再建というのを実は塩釜市の、復興のですね、最も大きな特徴ということで基本理念に挙げさせていただいたところなんですね。本土側の方につきましては比較的被害が少なくて済んだんですが、浦戸の方については8メーターを超えるような津波が来ておりますので、浦戸の方につきましては、高台移転ということで、今その2つをですね、市の方の復興の方の特徴として、順を進めているような状況ですね。